あ、そうそう、また試練やりたくなったら俺のところへ来いよな。え、大丈夫、もう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回からね、だいぶちょっと期間が空いたんだけども、ダミダミ、私は一体何をしていたのだろうか。これか、ダミダミ。燃えずの試練。コログの森でダミダミから試練を受けることになった。準備ができたらダミダミに話しかけ、燃えずの試練。あ、でもあれや、試練の名前でわかる。あれやんね。なんか特別な武器みたいなのを支給されて、え、それが、燃え落ちんうちにゴールするみたいなやつやったっけ。そう、めっちゃ敵が出てきたんよね。早速燃えずの試練に挑戦するかい。私これクリアしてないんやっけ。途中でやめたんやっけ。挑戦します。よし、行ってこい。剣も弓も盾も装備したまま、壊しても外してもダメだぞ。ん、なんだ、ポーチがいっぱいじゃないか。そっか、ポーチがいっぱいか。え、待って、いや、そうなんや。前回のあれからさ、またなんかいろいろと武器だの素材だのを集めに行って、手元の場所に戻って終わりにしとったんやけど、動画外でね。動画外でね。そっか、いっぱいなのね。じゃあもうこの辺、私今何装備してんだ？竜骨森ブリンヤリ。ああ、なるほどね。これ放り投げといていいんじゃね。え、盾は1個あるってことよね。え、これで大丈夫？いける？よし、行こう行こう。ダメやんけ。武器、盾、弓。弓のポーチがいっぱいってこと？待って。弓。あ、ここか。二連弓。まあ、別に、いっか。今掃除してるのこれか？はい。これで OK ですか？挑戦します。よし、やっと。いや、こういうのね、逆に期間を開けた方が、なんかスイスイっといけたりとかするけんさ。いや、いけんような気しかせんけど。ゴーゴー。なんかさ、もっと簡単にいける方法があるんじゃない？あるんじゃないの？どうなんすか？わかった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 。これや。え？これや。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。違う違う違う。え、今の消費した？いけ。はぁ。おいし！ね、見えんつらい。ね、どこ？マジどこ？これ？ゴール上空からの。オッケー。やったー、到着おめでとう。燃えずの試練達成だ。さあ、勇者様、祠で祝福が待ってるぞ。めちゃくちゃなんかズルしてゴールした感じやけど、あれで大丈夫？ズルではないか。自分の能力使ったし、自分のっていうか、英雄、英傑の。あ、そうそう、また試練やりたくなったら俺のところへ来いよな。え、大丈夫、もう。ほんじゃあね。え、試練自体は何回でもできる感じ？絶対やりたくないんやけど。んで？マームラノの祠。うんうん。この祠を。これはもう、この前段階の部分でこんだけ苦労したけん、祝福ってことかな。
違う祝福ってことかな。いやー、あんなところで英傑の力2個も使っちゃったよ。2回。しかも1回は不発やし。あ、祝福や、祝福。やったやったー。祠を訪れし者よ。我はマー村の。試練をくぐり抜け、よくぞここまでたどり着いた。どうも。マー村のの祝福。よかったー。いやー、もう祝福されてないとね、やってられんよね。古代の巨大な子は。ちょっとよく、意味がよくわからんかった。イントネーションがおかしくなりよった。巨大っていうイントネーションで古代読んじゃったわ。よくぞこの祠までたどり着きましたな。あなた様こそまごうことなき勇者。あざす。今こそ女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。イェーイ。これでコログの試練全部クリアした感じ？なんか決まっとったよね。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんことを。なんか数決まっとったよね。なんかどこどこへ行けみたいな。あれに従って行きよったんじゃなかったっけ？なんかそのうちの一つがこのめっちゃ難しかった萌え園試練やった気がする。そうか、自分で帰らないといけないのか。なんかめちゃくちゃ今狙われよったね、遠くから。恐ろしい。待って。あ、これやんね。スダジー、コログ試練、南西にある操りの力の試練、北西にある初めての試練、東にある萌え園の試練、三つの試練を達成した、スダジーに報告しよう。今おるのハイラル大森林だよね。でもこれ、このピカピカのルミー試練、ハイラル大森林っていうのは、何？このミニチャレンジを受けた場所ってことかな？わからん。いや、同じ場所やったらさ、まとめてクリアできるかなと思ったけど、多分違うよね。多分。報告しに行こう。やめてよ。で、どこ？あれか。これマップ、あ、これやね。帰ろ帰ろ。マームラナの祠。違うわ。今私がおるのがこれか。こっちやんな。キヨウの祠。はい。ワープしまーす。あ、こいつやん。スダジー。なんと、すべての試練終わらせたじゃも？ヒューヒュー、すごいじゃも。かっこいいじゃも。あ、ちょっとその顔。全部めぐってきたからなんかくれってことじゃも？まあ、めちゃくちゃ苦労したんで。しょうがないじゃも。とっておきをやるじゃも。おお、ダイマックストリフかける3。誰にも発見されず大きく育ったマックストリフ。そのダイマックストリフを加えた料理を食べれば、需要競争効果てきめん。いつも以上の体力を作られるじゃも。これは嘘じゃないじゃも。嘘だと思ったら試してみるじゃも。あざし。これでコログ試練コンプリート。いいね。てか、クリアしてないミニチャレンジ多すぎない？多すぎない？これ多分あれだよね。これマークつけたらさ。あ、こいつではないのか。誰？え、こいつじゃね？こいつだよね。やっぱり、こいつのマークがついてるだけなんよね。ルミー。誰なんだよ、ルミー。誰なんだよ、ルミー。ココナズキッチン2。羽ばたけ桜田工務店。ココラチャレンジ。
あ、この辺のもあれか、クリアしてないやつ。もうあれよね、灰色になってないやつは全部クリアしてないやつってことよね。え、待って。写し絵の記憶残りすぎやろ。メインチャレンジな。インパに報告しに行こう。あ、そっか。まあ、とりあえず、この4体の神獣解放したけん、一旦報告しに行くか。とりあえず報告しに行くか。え、見てや、これ、写し絵の記憶、12枚の写し絵って書いてるのにさ、あと10箇所って全然巡ってないやん。2箇所しか巡ってない。意味わからん。意味わからん。じゃ、とりあえず、かかりこ村に向かえってことね。はい、来たー。ん、なんか今一瞬コントローラーがブルってした気がする。これどうやって飛ぶんやった？飛んでみたらわかるか。わからんかった。え、ちょっと待って。え、なんか、飛び降りてみたらさ、マーク、ボタンのマークみたいに出てくるかなと思ってきてわからんかった。この人に聞いたら写し絵のやつの場所わかるんよね。確か。なんか世界各地におるよね、あの人。とりあえず、インパ、インパ。インパ、インパ。これやっけ、インパ。なんか私の思っとるインパと違う気がするよね。気のせいなんか。気のせいか。なんかさ、時のオカリナの時にもインパって出てこんかった？なんか、ゲルド族じゃなかったっけ？え、気のせいか。わからん。なんか前もそんなこと言った気がするな。おお、やっとその剣も主の元へ戻ったか。ほっほ、やはりそなたはそうでなくてはの。その剣？マスターソードのことか？そのタイムの剣はそなたと対をなすもの。互いがあってこそ力を発揮できるというものじゃ。とか、タイマの剣か。姫様がその剣とそなたにかけた思いを無駄にせぬようにな。ところで、もしやと思ったが、感じるんじゃ。何？でもめちゃくちゃ重そうな帽子だな。あれじゃない、この帽子脱いだら、ドスって言いそうな感じ。ねえ、悟空みたいな。あやつらの存在を、ダルケル、ウルボザ、リーバル、ミファ、100年前、我も命を懸けて戦ったのじゃ。皆と共にな。しかし我は、皆を守ることはできなんだ。志半ばで命を失い、きっと無念であっただろうと思って過ごしておった。しかしこの清々しいまでの気配、皆諦めてはおらんかったんじゃの。皆もそなたに再会でき、さぞ嬉しかったことであろうの。ゲルド族ではないんか。あれか、普通にゼルダとかと同じ。ハイリア？わからん。耳尖っとるね。さあ、皆の志は一つ。ゲルド族も尖っとるか？え、わからん。厄災ガノの力が弱まっており、今こそ来なり。姫様の元へ向かうんじゃ。なになに？あ、なるほどね。そこにガノンがおると。厄災ガノンはハイラル城にいるはずじゃ。知ってます。神獣たちの加護があろうが、厄災ガノンの守りは強固。そなたも心していくのだぞ。イェーイ、4体の神獣を解放せよ、コンプリート。あれやな、なんか建物の中におったら今が、昼間なんだか夜なんだか全くわからん。なんか、めっちゃ暗かったもんね。外明るい。またここで会うとはな。まあ、私がもう一回来たんで。ところで、あの絵の場所にはたどり着けたかね。はい、おかげさまで。わからん、もう一回聞かせて。そうかね。もし必要な時は言ってくれ。君には世話になったからな。だから来たんですけど。どうした？またあの絵の場所のことを知りたいのかね。教えてください。クリアしたんかな、これ。うん。この門と雪山の写った絵だな。この村からずっと東に行くと、大きな雪山があるラネール山という山だ。ふんふんふん。え、ってかこの、何？そのゼルダが撮ったっていう写し絵のやつ。
実際その写真を見ながら行きよんやっけ。え、それでそんなクリアできんもん。ちょっと自分のことながらあれやけど。いやー、まあでも私やけん無理か。いや、てかまあ他のことばっかりやりよって全然できてないっていうのもあるんやろうけど、この村からずっと東、大きな雪山ラネール山、そのラネール山のふもとにあるネルドーラ雪原の西にその門があったはず。ラネール山のふもと、ネルドーラ雪原の西。はるか昔、ラネール山の山頂は竜の住む聖域と言われていたらしい。伝説での話だとは思うが、もし本当にいるのなら、ぜひ描いてみたいものだ。ここから東やって。あ、ラネール地方、これやね。ラネール山どれ？あ、ここか。え？違う、これか。これハイラル城やろ？どうしよっかな。向かおうかな。向かおうかな。カタチュキの祠。ハイラル城の近くとかもなんか映し合った気がするんやね。気のせいかな。でもこれさ、ん？あれは、偵察機か？ひー。やっぱハイラル城近くはそういう感じなんすかね。待って、ガーディアンもおりやん。やめてや。マジで私あのガーディアン苦手なんやけど。ねえ、あのボロッボロにやられる感じ。あのガーディアンは生きてないのか。なんか近づいたら動き出しそうな気がしなくもないけど。うわ、まがまがしい。超絶まがまがしいな。どこからどう行けばいいんだこれ。偵察機めちゃくちゃ飛んでるけど。ガーディアおるー。何かに見つかってる？何かに見つかってません？あいつか。何族やっけこいつ。は、届いてん、あ、届いた。はよし。やっつけてない？まったく。バナナ、バナナだ。さっきおったのあそこやんね。これ下は川ではないんか。道か。これやない？写真のやつ。違うかな？これやない？多分これの、綺麗やった頃ってことやろ？これ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 。違うかな？なんかそんな感じじゃない？なこれどうやって写せばいいんやっけ？あ、あれか。これか。写し絵。こうじゃない？違うかな？でも別に何もならんかったね。これ、写し絵のやつって写したらどう？別に減ってないな。違うってことか。それか、もっと近くで写さんといかんとか、そもそも全く違うとか。これ門まで来たけど、お、なんか始まった。